見つからない。ああ、そうか。そうだよな。来る。しょ、あ、部屋主か。ちょっと遅く発生しないといけない。ナイスボタン。ナイスボタン。ナイス。最初はね、あのキルクールタイムが10秒なので1回リセットするためのボタンですね。はい、その通りです、はい。素晴らしいボタンじゃん。センターさんがちょっと最初に駆け出して気まずそうにしてたのを見て押しに行きました。してたね。ちょっと部屋主でちょっと早く発生しちゃうんで忘れてました。責任取ってよね。何でもします。じゃあ次キッチン沸きして一緒に行きましょう。了解です。キッチンに沸きます。はい。おすすめ場所どこがいいのかな。まあやっぱキッチンか貨物で先にそのリスクの高いタスクのところを人数が多いうちに終わらせておくといいと思います、ね、あーなるほどね。そう、確かに貨物とか怖いですよね、ちょっとね。うん、確かにね。展望デッキとかも怖いから、キッチン分けで展望デッキ行くと、あのアップロードの時、うん、結構いいね。ちなみにあの森アンナさんはオムライス何派なんですか？あ、さっきすいません、ちょっと慌ててて言うの忘れちゃったんです。大事かなって思う。そうですね。ごめんなさい。すいません。確かに確かに。何派っていうか、私はデニーズのオムライスが好きです。ありがとうございます。おー、塩味的なところです。ポイント高いな。デニーズのオムライスって何なんだろう。そうそう、デミグラスですよね。そうですね、はい。そっちか。オムライスが好きな。派閥ができた。派閥がラインが、そこればエロちゃんに見えてくる。ちなみにお好みソースとかかけないですか、オムライス。何？好みソースか。好みソースかけない。もう一回してもらっていいですか？え、お好み焼きにかけるソースあるじゃないですか。あれかけない。ウスターソースってこと？ではなく。じゃない。お好みソースあるよね。とんかつソースとお好みソースとウスターソースがあるよね。うん、あー、ちょっとわかんないです。ちょっとわかんないから夏目先生。僕がインポサだったら夏目先生真っ先にかも。絶対これあれでしょ。あの。分かり合えない。違う陣営の人でしょ、これ入れたら。ロラしてください。ロラを。オラ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 。プテ足こねえじゃねえかよ。白黒よいしょ。プテ足がよー、なかったのかな。キッチン、シュ、ちょ、うん、ここゴミ箱だよね。そろそろさ、ほんと死なない立ち回りの解説動画を早く出したいんだけど、なかなか時間が取れない。そうね、さっきのリスポーンの話とかもそうだけど、そこまで考えてリスポーンしてない人は多いのかな。あらー、押された。あ、藤宮さんさっき見たぞ。一回も見てない。あ、じゃあちょっとボタン押したんでプテ発言します、はい、シャワー室に、停電、今これ停電なったけど2回 なりましたよね、停電が。確かその1回目の停電の時にありましたっけ。2回、1回じゃない、1回だ気がします。これ嘘つきなんでインポスターじゃないですか。あれあれ1回じゃない。いや、わかんない。すみません、お願いします、お願いします。序盤ですよね、多分序盤、はい、あ、2回じゃないか。まあ忘れたけど、まあとりあえず1回目の停電があったときに、はい、シャワー室で僕、エレジ、はい、あと多分夏目さん、夏目先生いたっけ、リンネさんと、あ、
そうじゃね、わらはそこ通って夏目先生は違ったと思う。あと森アンナさんもいた。アーカイブにエレジー僕森アンナさん、あともう一人いたと思うんだけど、トウヤもその付近。あ、トウヤさんかな。あ、そうか、トウヤさんだっけ。で、エレジー、トウヤ、僕がシャワー室に入ったタイミングで左上にいた。シャワー室の左上のあのタオルの奥のタスクからジメ、はいはい、さんが出てきて、その瞬間停電になったかなぐらい。停電になったか、俺気のせいか、一瞬治ったっけ、ごめんなさい。僕その辺ですよ、今シャワー室の上のアーカイブの左のドアのところにいます。あのメインに左側から来ましたよね、センターさん確か。はい、エレジーさんと会いました。メインホールの右側で会いました。これはシャワーから出てくるプテさんと会った後、シャワーのタスクやった時に停電になって、うん、これ直してくれた人は誰なん？いない。あ、藤宮さんか。藤宮さんか。あ、そういうことか。が直して、直してられた。直してそのままやられたのかな。あ、じゃあ最後にいる場所を整理していけば犯人分かりそうですね。プテさんボタンでしょ？ミーティングルーム。いや、あんまり関係ないと思う。あ、そっかそっか、直したのが藤宮さんなのか。そう、 LG ミーティングルームの右側です。北橋さんと階段登るとき一緒にいました、うん、俺先にミーティングルームいました。階段の音は3回ぐらい聞こえたかな。じゃあ、うん、合ってるかな。エレクトリカルで夏目先生にお会いしてね。もう一回ボタン押しましょう、うん、シュッ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。リンネさんにお聞きしたいんですけど、エレクトリカルにいたのは事実なんですけど、その時って停電中だったじゃないですか。はいはい。どこにいました？階段で降りた時にすれ違ったと思うんだけど。あ、わかりましたわかりました。ありがとうございます。うんうん、だったら間違いないと思います。うん。はい。夏目先生とリンネさんが白と紫が電気室。で、黒と緑と、水色、はい、がミーティング、がミーティング。ちなみにあの改めて聞くんですけど、電気直した人はいないんですよね、一応ですけど。なんかてかてか、めちゃくちゃ直近になっちゃうけど、そうそう、だからそうだから、もう居場所でもう割れるぐらいだと思ってるので、うん、それ、まあ、改めていないのであれば、とエロちゃんとトウヤさんと森アナさん、これはね、はい、シャワー室からアーカイブ向かってる最中だ。まあ、ごめん、違うわ、ラウンジか、ラウンジの出口らへんやね。近い。トウヤバリバリ容疑者位置で、シャワー室かメインホールでエロちゃんさんとすれ違って今宿舎前通路がラストです。宿舎前通、はい、うん、昇降機使ったってことですかね。いや、メインホールを左に抜けてます。あ、違った、はい。森さんは最後どこか覚えてますか？藤宮さんが死んだ日は、ずっとアーカイブでタスクやってました。アーカイブ、はい、まあ、確かにいたことは間違いない。アーカイブにいたのは間違いないですね。上の方にいて、はい、なんか止まってるのを見ましたね。はい。これ容疑者じゃあ3人に絞れるってことだってますかね。とりあえずその直前に死ってことは誰と誰と誰、トウヤさんとエロちゃんさんとモリアンナさん、相互で死にされてなくて、センターさんがアーカイブじゃないですか。あ、センターさんか、4人か。じゃあ、まあ、あとなんですけど、リンネさんが殺してベントに入り停電中で抜けてっていう可能性はある。治った瞬間押されたんで、直近なので、それはだから違うと思う、うん、あ、これちなみにどっちで起きてると思います？アーカイブ側ってなくて、昇降機側と貨物側。昇降機だと思うな。昇降機だと思います。まあ、キル待ちますか。そうしましょう。はい、ちょっと絞れない。見つからない、ああ、そうか、そうだよな、そうだよな、そうだよな、そうか、そうだよな。よいしょ、んーしゅ。
誰だろうね。商工機側か。商工機側だと思わなかったな、なんか。ちょっとやっとこう。しゅ。白オレンジ、白オレンジピンク、ミーティングいくか、シュッ、一人いるはず。おやさん来てくれないか。遅しいな。いや大変だったよ。56秒前にエレジさんが死んでいて、ずっと数えていまして、で、金庫室でエレジさんを見つけたんだけど、その前にトウヤさんが上から下に歩いてきてるのは見たが、はい。でも56秒も経ってるからあんまり僕は疑ってないって感じ。ミーティングから言ってますとね。そうですね。あ、なるほど。56秒。最初の56秒。コミュニケーションの時とかですかね。コミュニケーション直した後にエロちゃんとエレジーさんがコックピット行きましたっけ？そうですよね。エレジーさんはね、でもコックピットは来たけど、いや入ってはないかな。エレジーとの確か右の方に行っとって、我々はコミ直しに行って。あれ来てなかったっけ一瞬。なんかタスクワイヤーに来てた感じあったけど、そのアドミを見に行ったの僕だけでしたね。そうじゃね。地図を見に行った。なるほどなるほど。うん、それを別れたのは見た。で、そのタイミングの時は金庫室はついてなくて、その後20秒ぐらい俺見てたんだけど、その時に武器がい、あ、どうしたの？金庫室についてなかったことはいつですか？56秒間は絶対1はついてたはずだけど、コミュニケーションが終わった後、サボタージュが終わった後かな。あ、まあ、ついてなかったから。僕がアドミンで下位置を探しに行った時にリンネさんがコックピットから出てきたけど、どういう動きで？コミュ直したのを視認した後に、そのままメインじゃないわ、エンジンルームの上のタスクをこなして、でまた、アドミン情報を確認しようとして、でプテラ殿が来たっていう感じじゃね。まあ、ちょっと時間経つすぎて分かんないっすよね。56秒前ぐらいな感じかな。ダメだ、どうしよう、全然つまんないやん。つまらないの？いや、めちゃくちゃ話してください。悲しいな。悲しい。夏目先生は難しそうだけどね。エロちゃんかな。時間軸的にはエロちゃんっぽいよな。緑、黒、オレンジ、紫、黄色。白。押されねえな。
話や。やばそう、めっちゃ死んでそう。紫、オレンジ、黄色。えっ、平和。わ、いいボタン。平和っすね。めっちゃ死んでると思った。ちょっとこれがガチ勢の実力です。いや、素晴らしい。ちょっと言いたいことあるんですけど、いいですか。はい。コミュサボ中に影丸さんがバイタル見てました。いや、違う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 。なんだって。手足さんが先にいて、俺が後から行って、で、やっぱ一瞬見て、あ、そうじゃん、コミサブ中じゃんと思って、その後は治ったら即見れるように待機してたってだけで、あと一緒にエロちゃんも含めてダンスしてたじゃん、一緒に。ダンスはダンスはしたんだけど、したじゃん、コミサブずっと鳴ってんのに。いや、でもそれで言ったら俺はプテアシさんがさっきつまんないって言ってるのが悲しかったな。なんか悲しかったな。うわ、なんか上げ足取られた。謎のダンスしてたよね、二人で。そうそうそう、水戸線ダンス。コミサブ見れないよっていうダンスのつもりだった。そう、それした後に、なんかから立つ、立つから。いや、クルーだったら怪しまれたくないから離れません。え、そうかな、そうなのか。いや、もうなんでもない、ごめんね、本当に雑殴り、ごめん、言うことなくて。でも怪しまれたのは俺の。仲直りして、ごめんなさいわ、仲直りしなさい。やべ、ごめん、ごめんなさい。あの先生だるくね、なんか。あ、俺だけ素直だった。なんか、え、謝れとか言ってるんだけど、だるだるいよな。謝ってよ先生。んごめんね、なんかきついこと言ってね。ごめんね、ほんとに。え、でもこれどうします、これ、わかんないね。きついな。ちょっとわかんない。きついな。きついな。いろいろきつい。ない。そういう日？え、あ、いや、もういいんです。すいませんでした。ごめんなさい。ロラーします？じゃあ、ローラーしよっかね。この空気作ったの。あ、でも、対話ローラー。タスク終わりました。タスク早い、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 めちゃくちゃ早いな。謝ってよ、はい、ちなみに当夜も終わってます。お、メインホール、どこになるかな。よいしょ。ピットか。めっちゃ一緒に動いてるね、白黒。めちゃくちゃ階段使ってる人いるけど。このバグ早く直した方がいいよな。まだ今、一瞬。白黒、黄色、紫。あ、全然サボタージュせんくなった。諦めた。誰だ今。カメラ見に行こっかな。あれ、一応安心ボタンということで、いいボタンだ。タスク終わりました。終わりました。ナイスです、ナイスです。これは僕が先輩になるかもしれないっていうぐらい終わってない。エロちゃんタスク終わってる感じですか。あと3つあるんですけど。僕とめっちゃはしごで遊んでますよ。遊んでないっすよ、怖いなと思って。いやいや、命がけでね。そうっすよね、うん、あれはもうちょっと何個じゃったかな、結構残ってる。まだごめんなさい、すみません、真面目にやります。謝ったんで許してくださいね。いいですよ、謝れて偉い。うん、出て。あ、これ自己評どういう感情それ。どういう感情の声。多分照れてる。今日こそはさ、見たいね、カメラで。んーし、見たい。緑、今日こそは犯行の瞬間を見たい。ピンク、黒、緑、ピンク、黒。
なんかアピールしてる。え、ここ行くのおかしくないよ、エルちゃん。停電中今。いやそう、見れねえし死ぬな、あそこ。セキュリティは誰だろう。見つけてしまいました。セキュリティでセンターやられてました。セキュリティのカメラ前。よろしいですか、リネさんと森さんか。関係ないんですけど、エロちゃん。はい。ベントから出てきたでしょ今。シャワー室のベント。あ、出てないですよ。冷静だな。タスクない位置言ってたもんな。見ました自分。え、これそれはあれ、ボタン弁当？違います。普通にガチ弁当です。普通にしっかりとした撮影弁当。はい、もうシャワー室の右側のなんかあのとこあるじゃないですか、タスクするところ。はいはい、映ってた。あそこに隠れてたんですけど、エロちゃんが弁当がピョンって出てきて自分をガン無視してどっかに行きました。もうそっから怖くなって動けてなかったんですけど。ナイスボタンです、ガチで。いやーってことは、じゃあもうエロちゃんを倒そう。そうじゃね、そうじゃ、しょうがないな。セキュリティでやって診察室ぐらいから飛んだのかな、じゃあね。いや、俺それとも相方かな、直してやってるんで。普通に歩いてアーカイブから行ってるんですけど。あ、違う、そう、停電直してたんだ。一応エロちゃんのルラした方がいい、これした方がいいと思ってますけどね。まあね、でもエロちゃんが無実ならね。うん、やってないもんだって俺。これでエロちゃんつって2キルで終わっちゃうもんね。うん。一応ルラしましょうか。ルラを視野に。あ、まあルラはあれですよね、2人釣るってことですよね。ルラってことは夏目とエロちゃん。あ、そうです、そうです。あ、まあボタンも俺なんだけどね。自投票。さよなら。ちょっとルラしてくださいね。さよなら。ケチャップ大臣。ケチャップが僕もケチャップ好きですよ。この味噌最強言いましたよねっていう。あ、インポスターから塗りはしないと思うから、うん、確かに普通に連帯、うん、あ、ごめんなさい。はい、いやいや、続けどうぞ。あ、いや、ちょっとなんかさっきまでちょっとポケモンの話してたんですけど。ポケモンの話してた。はい、夏目先生をやりに行くためのボタンです。え、聞かせてください。これやる理由なくないですか、これ。もうエロちゃんさんが自分で言ったし。あ、確定でいきます。まあ自投票してたし、自投票してたし、俺なんだけどねって言ってたし。通用しないでください。オッケーです、確定でいくから。ドラしたかったトウヤさんでしょこれ、相方。あれ、いや、まあトウヤめちゃくちゃ序盤にタスク終わらせてるんで、皆さん信じてくださいよ。僕じゃないです。実際のところエロちゃんはセキュリティキルはできないです。ちなみに。あ、なるほど。ジュンとエロちゃん定年前までは貨物にいて、その右が左側、貨物の左側のなんか突っ張ってるところにいて、んで停電なった時に自分はラウンジアーカイブシャワー室まで抜けてって、エロちゃんは多分貨物の方に、貨物に滞在していると思うのでできないです、ね。扉も閉まってたんで。セキュリティまで到達はできないです。なるほど。なるほど。じゃあ鍵丸だ。なんでだ。なんでだ。支援か。ちょっと。じゃあプテアイさんだわ。ちなみにトイヤのメインホールの左側のドアが閉まってる時に、あのリンネさんとドア向かいでめちゃくちゃお見合いしてて、そうなんだよね。どっちもドアを開けなかったって。そう、なんかお互いに見つめ合って、ちょっと見つめ合う。そうでしょ、ドア越し。森アンナさんのタスクはどんな感じですか、今。大丈夫そうですか。私、やばいです、非常に。いっぱいある？いっぱいあります。オッケー。すいません、頑張ります。僕もまあまああるんで大丈夫です。
すいません。まあゆっくりやってまいろうぞ。ゆっくりゆっくりゆろちゃんも釣れたしね。うん、まあ夏目投票遅いからちょっと僕は夏目に入れたけど。え、じゃ一応夏目先生に入れとこ。一応入れてみます。命乞いよ。一人やるって言った。やはい、僕は入れてない。優しい。頑張ったのさ。優しいって、優しいって何？優しい。どうだ。ああ、合ってんのかな、俺で。何してんだ。俺いないと思って出ちゃった。続いてなかった。よく見てたなね。マスコンにしてるな。なんか弁当見て、しかも普通に生き残ってるっていうのがレアケースすぎて、なんか、うん、確かに。なんかずっと警戒してたよね、夏目先生、ひろちゃんのこと。カメラに映る位置でめっちゃなんか意思アピールしてた。いるいるよみたいな。うん。アーカイブとか。あれ森アナさん一周したけど。どこに助かるんだ。迷ってる。あれ次のから1から7年探してるから。どこどこみたいな。気まずそうにしてる。あ、いや、これ多分あれですね。これ7のまでのやつやってますね、多分。これね、さっきもやってたの。これやってて、メインシャワー、アーカイブ、ラウンジ、貨物診察でまた戻ってきた。電気室に。行き止まりかと思ったのかな。ここが、そう。あ、これちょっと、これ聞きますよ。これ、この小見そば聞きますよ。多分これやってる人からしたら。確かに。場所がわかんないね。場所わかんなくなる。そもそもやってるかな、小見そばってことは。え？あ、こっちか。お。フロード。コミサボ、あ、なったコミサボ。お、お、誰も死んでない。あら、3人で動いてたから、キルしづらいかも。あの、変な、変なとこにいる。どこそこですか、本当だ。宝箱の前にドラクエやってるやつ、俺。なかなかやっぱ広いから人探すのも大変ですよね。ちょっとボタン押されちゃうかな。これ、死体なしでボタン押せたらすごい強い気がするけど。またコメサボ。ちょ、エロちゃん、ちょっとやめてよ、コメサボ。俺じゃないよ。本当ですか？あ、これは、あ、これは、あ、これは、これは、やめちゃダメだよ。わ、めっちゃ逃げてる。めっちゃ逃げてる。あ、でもこれは、これはここに追いつけられそう。あ、コメサボ中だった。頑張れ、頑張れ。あー、あ、これは、あー、これは死んだ。あー。あ、でもトモヤさんとカトモさんが、これは心電図を見に、これはこれは、さてボタン間に合うか。ボタンで消えればまだワンチャンある。これはバレたな。もうはい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 、非常に平和な、はい、トモヤさん、なるほどね。バイタル前で夏目先生の死体です。なるほど。一緒に、全く一緒に行動してました、トヤさんと。付き合ってました。そうですね。影丸さんは無理です。手繋いでました。ってことは、直前に、電気室の真ん中、メインホールと繋がってるはしご降りて、右側に抜けて見つけてるんですけど、電気室からリンネさんが右側からこう、多分上がってくる感じのを見てる。エンジンルーム3のタイミングがあったのは誰ですか？あ、僕とトーヤさんとモリアンナさんで間違いないと思います。コミュ直した後に右に3人で抜けてる。診察室1、電気室1、エンジンルーム3のタイミングでコックピットを見てるから、まあ僕はどっちかやられてるだろうなと思って電気室に向かってたんだけど、その時にじゃあリンネさんがそこにいて、
診察室に夏目がいたということだから、うん、リンネさんのその動線を聞けばいいんじゃないか。ああ、我々の動線はどこ脇だったかちょっと結構長かったから覚えてないんだけど申し訳ない。ねえ、コミュー2回押された時に頑張れ。1度目と2度目は行っておって、で東野殿とガギマル殿とパテラ殿が一緒に行動してるのを見て、彼のメイン通っての、エレクトリカル電気室またメイン戻りっていう感じじゃね。なるほど、うん、まあじゃあ診察室行ってないってことですね。行ってない行ってない。確信。直前エレクトリカルのはしごのとこで僕たちとすれ違った時はその前はどこにいたんですか。直前はメインホールにおった。あ、エレクトリカルのタスク直す前はメインホールからの降りて階段降りてエレクトリカルに行ってまた上がった。そうじゃねえ、うん、そうじゃねえ、うん、どうします。じゃあ独身さん釣りましょういやさすがにちょっと怪しい位置だからな。殺せ絶対言うと思う。殺すがいいわ。そしていいあれ止まっちゃった。ああ大丈夫だった。なんじゃ我々のちょっと最後の取れ高うまいな。ぬるっと殺されたんだけど許すまにプテラだから二人情をかけて入れてないしな。ナイスファイト。ナイスファイト。よかったよかった。もうプテラさん全部見つけてくれるじゃないですかもう確かに。いやなんか運が良かったですね今日は。確かに全発見。そうじゃね、完全に主人公でしたね今回。ちょっと一瞬、うん、やっぱり今日ちょっとリンネさんめちゃくちゃ噛んでたから、ええ、ちょっとすまんなプテラ宝しって言ってしもた。宝し人名間違えるのはちょっと良くないわな。ちょっと東野さんがふざけてるの見ちゃって俺も火がついちゃってごめんなさい。いやあれ危なかったんだ。うん、キルクルたまんねーとか思って中央さんに潰したりしてた。初的にエロちゃんですか。はい。あ、なるほどな。そうか。なるほどね。残りがわらわじゃね。うん。じゃやってるよ。エロちゃん自分見えなかったですか。見えなかったってか見てなかったに近いかな。そこにいるって思わないじゃんあんまり。ああ、なるほどね。うん。確かに。あんまり中入んないですもんね、シャワールーム。うん。上からずっとからできる。あの右側でしょ、オブイゲンとこでしょ、シャワーの。あ、そこか。ロミジュリのとこだよ。ロミジュリのとこ。なるほどね。タスクは、わかりましたか、森アナさん。はい、あのなんか電気室のガッシャンのやつが、なんか通れないと思ってたんですけど、通れるんですね、あれ。あれ、通れます、通れます。ずっと通れないと思って、ぐるぐるしてました。アーカイブの方まで回って、診察室に。めっちゃ大変だと思って。なるほど、だからか。